日本から国外に譲渡された中古鉄道車両ではかつて日本国内で使用され日本国外に譲渡された鉄道車両を紹介する。老朽化や運用路線、列車の廃止、あるいは運用者の都合などで廃車となった日本国内で運用されていた鉄道車両を日本国外にて再利用しているケースが多数存在する。これは いわゆるリユース活用を目的にしたもので自動車においても同様の傾向が見られる。1977年のベトナム国鉄への国鉄 DD11 系ディーゼル機関車を皮切りに機関車や機動車、客車、保線車両が次々と譲渡。1993年にロシア国鉄へ譲渡したキハ58系機動車や1997年に 大国鉄へ譲渡した12軽客車などの例は有名である。電車の譲渡も行われており、1995年にアルゼンチンのブエノスアイレス地下鉄へ、英断丸の内線の500型を譲渡したことを皮切りに、1999年にはインドネシアへ、トエ三ミタ線6000系電車が譲渡されるなど、譲渡される国も増えている。通常は、 上渡先での運用が終了した後は、現地で解体されるが、アルゼンチンのブエノスアイレス地下鉄に上渡された、元丸の内線の A 段500系4両のように、日本に里帰りした車両も存在する。以下にマルチプルタイタンパーなどの保線車両を除いた、輸出、上渡された車両を、国、年度別に示す。インドネシアで運用されている元 A 段地下鉄6000。 軽電車を打球電鉄の急線型がアルゼンチンの企業に譲渡され、路下線で運用されていると誤解されることが存在するが、急線系の車体デザインと似ている、全くの別物である、日本製の電車が新車で輸出され、運用されているのであり、車体寸法、機関や電気機器が全く異なる急線系の譲渡はされていない。ありがとうございます。